日清食品ホールディングス日清食品日清食品株式会社は東京都新宿区と大阪府大阪市小戸川区に本社を置くインスタントラーメンを中心とした食品加工会社日清食品ホールディングスの子会社である1948年9月4日中高創者として設立され1958年日清食品として引き継がれた 創業者の安藤桃福によって、インスタントラーメンの草分けの一つである、チキンラーメンが開発された。響きよらかに豊かな味を作るという創業者、安藤桃福の言葉が、社名の由来となっており、日清製粉グループ、日清オイリオグループ、日清医療食品や日清棒ホールディングスとは、資本、人材含め一切無関係である。2008年10月1日に、 持ち株会社体制に移行し、日清食品株式会社は、日清食品ホールディングス株式会社に、称号変更した。現在の日清食品株式会社は、同社参加のドライ商品事業会社として、持ち株会社化とともに、会社分割方式で設立された。日清食品では、以下の4冊を発行している。営業拠点については、 日清食品 HP の会社情報を参照。関東工場袋入り麺カップ麺、スープレンジ調理商品レンジ商品のブランド名は、日清チン。その他の現行商品共通補足、ゴンブとドンベイなどの一部商品では、東日本向け、西日本向けなどの地方向けバージョンが存在し、パッケージや蓋に W、E など、判別用の記載があり、 見分けることが可能。どん兵衛のバージョンについては、どん兵衛東西商品の相違点を参照。袋入り麺など、カップ麺など、その他一時期、スナック菓子を製造販売していたことがある。菓子部門は、現在日清シスコが受け負っている。など現在過去宇宙食開発の取り組みは、創業者、安藤桃福の人間は、どこに行っても、 どんな環境でも食べなければならない。宇宙に行っても同じ。という思いから始まった。2005年7月下旬に打ち上げられたスペースシャトルディスカバリーを使用したミッションに世界初の宇宙食ラーメンスペースラムが搭載された。宇宙航空研究開発機構と共同で開発したもので宇宙船内という特殊な環境下でもラーメンが楽しめるという画期的なものである。 特徴は以下の通り。宇宙編 CF2005 年11月2日より放映されたカップヌードルのノーボーダーシリーズ CF の第7作目宇宙編では宇宙飛行士が空中に浮遊する海上面を食べるシーンがあるが、これは実際に国際宇宙ステーション内のロシア居住モジュールで撮影されたものである。この CF 撮影は ジャクサやロシア連邦宇宙庁などの全面協力のもと、約2年間の準備期間を経て実現した。2005年10月1日に打ち上げられた、ソユーズロケットに撮影機材や特製カップヌードルが搭載され、ISS へ送られた。実際の撮影にあたっては、地上の管制センターと ISS の間で、連続最長10分の更新が可能な、リアルタイムダウンリンクを使用して、 撮影の指示を出す、と、一企業の CF 撮影としては破格の国際協力が行われた。この撮影に使われたカップヌードルは蒸気のスペースラムをベースに CF 撮影用としてカップヌードルのロゴなどをパックに印刷した特性のものでソユーズへの搭載及び ISS への持ち込み許可などの厳しい基準をクリアしたものである。 2010年3月には、最新鋭の宇宙食として、世界初の宇宙食チラシ寿司、スペースチラシ、宇宙食豚しゃぶ、スペース豚しゃぶ、単語のセック用の宇宙食菓子は持ち、スペース菓子はを開発。これもスペースラム同様、野口空飛行士のリクエストに応じて開発し、JAXA に提供され、ISS に運び込まれている。なお、 これらの宇宙食は2010年3月27日より、東京、大阪で行われているイベントにも展示された。2010年7月に、ラオウを8月で生産終了することを発表し、ラオウ梅雨式典と題したイベントを大々的に展開した後、8月2日に生産終了後、1ヶ月も経たないうちに、新、ラオウを発売したが、その展開と、 同名新商品に関する情報が公表されないまま、旧商品生産終了後の直近時期に、新発売された手法には、多くの消費者などから批判も相次いだ。さらに、同年9月8日には、新・ラオウの山頂で、男性タレントが、新・ラオを食べる所作をしている、テレビ CM が、その撮影において、一般登山者の登頂を妨害して撮影したことが、 露見したため、この CM の放映自粛を決定した。槍ヶ岳山頂2010年9月9日から放送予定だった日清、ラオのテレビ CM 撮影が槍ヶ岳山頂で行われた際、トラブル発生のため、険しい山道で多数の登山客らを足止めしたと報道された。また、撮影はヘリコプターを使用。撮影に際して、 環境省中部地方環境事務所松本自然環境事務所から広告代理店の電通と製作会社の青いプロモーションは登山者に迷惑をかけないことと周辺環境へ配慮しヘリコプターを飛ばさないことを事前に求められていたがこれを日清食品に対し伝えていなかった当問題発覚後環境省の松本自然環境事務所は三社に報告を要求 非常に遺憾とする文章を出し、現地の国有林を管理する中部森林管理局中心森林管理所も9月に3社を指導、謝罪文提出を求めた。これによりあたり CM の放送自粛と新たな内容への変更が発表された。放送自粛後、場所を東京スカイツリーに変え、チャブ台、俳優など同じコンセプトで撮影されたものが放送された。 2016年4月、矢口まりを起用した、カップヌードルリッチの CM を放送。矢口まりの不倫をネタにしたものであり、非難が殺到し、放映が中止となり、同社は、お詫びを行った。2019年1月に、ネット上に公開された、新テニスの王子様とコラボし、所属する西堀慶と大阪直美が描かれた、カップヌードルのアニメ CM で、内外から、 大阪の描写について、ホワイトウォッシュではないかとの声が上がり、公開中止とお詫びがされた。日本生活共同組合連合会との共同開発により、鶏ガララーメン、コープの焼きそば、コープヌードル及び、コープのラーメン屋さんシリーズを製造、全国各地の盛況へ供給している。原材料価格の高騰を理由に2008年1月、17年ぶりに、 カップ麺や袋麺を値上げした。一方2009年4月より輸入小麦政府引き渡し価格が値下げする際、中川進社長は既存商品の付加価値向上や麺増量の新商品投入で小麦の値下がりを消費者に還元するとして既存商品の値下げは見送る方針を表明し下記の理由を挙げた。現在、 本社 HP の CM 日清食品グループでも視聴可能。ただし、出演契約中であっても現在放送されていない場合もある。男性女性グループキャラクター製品別に列挙。ドンベイ麺の達人は、スープの達人にも出演ラーメン屋さん、チキンラーメン U4 日清に焼きそばで前一丁は、北海道地区のみ、土産市の CM にも出演ラホゴンブとは、 元ンソの CM にも出演スパオニシン麺職人、太紙麺堂道具多トン柄紙麺、日清カレー飯、カップ飯シリーズカップヌードルその他すでに終売となっている製品も含む、企業 CM キャンペーン CM 太字で記載しているものは一社、提供番組。ここに列挙している番組は代表的なもの。この他、深夜番組や、 不定期特別番組の提供をしていることが多い。因は、字幕付き。他多数は、番組自体現在も継続中。多多数、太字は、冠大会。ありがとうございます。